はい、どうもみなさん、こんにちは。もち TV です。今回もウィニングルーム2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、オンラインマッチでデイビッド・ベッカム、こちらの選手をね、使っていきたいと思います。さあ、来た。599まで。はい。行きましたね。まあ、あと、勝てば600と。そう。いうことで、まあ、でもどうなんだろうね。冷凍は星のチームパワーによってはそんなに変わるっていうよりかは、やっぱ強い、冷凍が高い人とやるともらえる。そうだね、今作はそういう結構システムになってて、まあ、星もちょっとは関係してるんだろうけど、ただあの上の人倒すと8とか10とかもらえてくるといった感じで、まあ、今回はですね、ベッカムをまあ試合使ったんですけど、うん、まあ、ちょっとベッカムがね、めちゃめちゃ無双したんで、まあ、その動画になります。まあね、レジェンドせっかく当てたから、やっぱレジェンドを今回試合で使ってみると、うん、はい、言った動画で来ました。596の方ですね。はい、ローマね、ペペロンチーノさんということで、冷凍がねほぼ近いですね。これで一緒ぐらいだとどんぐらい、6とか、ですね、あ、まあまあ揃ってる、6はもらえるかな、はい、78もらえるんじゃないかな。チームパワーが多分そんなに変わってなければ、まあ、2800って多分2200ぐらいだったら、87ぐらいはもらえてくるんじゃないかといった感じですね。ということで試合の方をちょっと見ていきたいと思います。これでこの試合で大体何試合目ぐらいなの？あの26、7試合ぐらいかな。なるほど。まだ今ね、2分けしかしてないんで、はいはいはい、まあ、どこまでね無敗が続くか。そうだね、今作だからあの切断負けがないもんね。その要は なんかあの、まあ、ちょっとこすい手使って、うん、あの切断負けにしてくるみたいなことはないからね。まあ、無効試合はまだあるけど、ちょこちょこある感じですね。さあ前目の方から結構来て、こう浮かして、はい、さあ縦パス、これ読んでますね。はい、まあ、ベッカムがねオンラインで、そうだね、さあここ横に走らせる、ベッカム無双ということで、ね、ああベッカム、これはね対処されますね。うん、なるほど。相手の方でも、まあ、あれがベッカムの良さだよね。そうだね、あのアーリーでパーンみたいな感じで早くクロス上げるみたいな、うん、えじる、さあ守備もいいんだよね、ベッカムは。そうだね。さあさあここ、ここつないでメッシ、メッシなかなか、まあ4枚の布陣になった。怖い、1枚ね打つと見せかけて、そうだね、中にちょっとシューキャンからのループ。シューキャンではないんだけど、あ、シューキャンではない。シューキャンではないんだけど、要は相手が滑ってくるなってもう分かってたんで、あ、これ多分1個かわせるなっていうことで1個かわして、スピード落としてループという。そうだね。あれが結構ループでも、あの、なんていうの、溜めて、うん、ループすると入るからね。おぉ、ここはもう、ドーン。ああ、すごい。跳ね返り、ね。当たっちゃうという。まあ、ループのね、結構今、ループも試合の中で結構蹴ってて、なるほど、だん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 コツ掴んできたんで、ループのね、動画も撮ろうかなっていうふうに思ってます。はい、キーパーデヘアですね。いや、デヘアか。デヘア相手に入ったか。そうだね。いいね、やっぱ、一人かわして綺麗に、うん、なると、形になると入るな。ね、ループは本当に慣れてくると強いなっていうのは今結構感じてるんで、うん。攻略として投げたいですね。ここでワンツーで、ベッカムが来て、さあベッカム、おお、おい、はい、素晴らしい、ピンポイントメッシへの、あ、やっぱベッカムのクロス、アーリーでいいね、素晴らしいね、うん、あの巻き、あれは本当に武器だよな、うん、ベッカムの。でね、やっぱベッカムコンディションで8が最高に、なるほどね、うん、普通にあのなんだろうな、サブに入れとけばメインの選手がね、調子悪くなってますから、で、ディフェンシブ、センター、ミッドフィルダーもできるし、みたいな感じで、ね、マジでいい選手。さあ、ここちょっと相手も溜めて、そうですね。まあ、溜めてでも、まあ、陣形がね、しっかり揃ってるんで、まあ、ある程度引いていいからね、今回。まあ、そこまではやられないかなということで。さあ、ここもうまく溜めて、うん、うん、まあ、結構狙いが、うん、でっかく狙ってくる相手だね。そうそうそう、はい、ここはまあ、狙ってましたね。いや、これがありますね。まあ、また後でね、ちょっとループの攻略系の動画出しますけど、まあ、これが入ると。入るんです。うん、言った感じで、まあ、メッシの芸術的なループ決まりましたね。デヘアだからね、相手は。デヘア相手に決まるから。ちゃんと。さあ。
さあメッシ。ただおーメッシ。さあこれはまずい。3本ループはまずいな。もうループ祭りですけど。まあね、そうだね、綺麗に入ってきますよ、ポンポン。これね、まあちょっとそのループどの位置で入るのかみたいな、要は研究とかもしてる中で、はい、まあだんだんね、そう形がなってきたかなっていう。これ、おお、これもやっぱあるね。あるある。あれ、まあ、上げたの。メッシだ、あそこのアーリーの位置からのクロスが強いかもしんないな、ニアに。ということで、ちょっとね、切られるの怖いんで、ちょっとハイライトね。ベッカムのこれだけ見たかった。万が一、接が、これうまい。わー、デイビッドって感じだよ。やば。レジェンドだね。うん、右で。これもやっぱ素晴らしい。メッシもね、非常にいいんだけど、うん、やっぱあの位置に入ってこられると怖いね。だいたいね、あの後半になって切断とかされちゃうんで、まあ、綺麗に入ってハイゴール、ハイライト。うん、そうだね。前半のうちにちょっと見とかないとあかんね。そう、見れなくなっちゃうんで。うん、ちょっと怪しい方かなみたいな感じは、ちょっと前半からちょこちょこ感じるみたいなのもあるんで。まあ、ただ、まあ別に普通にね、試合終わることもあるから。まあ、この辺でもスライム、ね、匂い立つね。入ってくるんで。ここら辺からね、接待しないといけないんでね、ちょっとね、最後まで。まあそうだね、なるべく気持ちよく相手にさせるっていうことも、まあ向こう試合がね、まあめんどくさいから。時間の無駄だからね。うん、さあ。ここら辺も、まあ、ちょっと根幹で打っていくと。うん。まあもう本当に点はあんまり入れずにって感じですかね。そうだね、まあ 4-0 だからね。消されちゃうと本当にあれなんで。できれば最後までやりたい。ビダルですね。これで大体もうパスコスないんで。まあ ここでね、言ってればもう積んでやってるよね。要はあの中にいるイグアインかな、相手の方のイグアインがさらに遠い位置にいるんで、裏狙ってんのかなあれ。うん、あここら辺とかあんま良くないプレーだね。うん、来てる、うん、怒っちゃうからね。グイグイ来てさあ来た、スライダー化しつつあるな、なんだ。そうそう、これはね、あーみたいな、うん、結構ありこれでもこうなってくるとちょっとベッカムフリーキック欲しくなってくるな。そうなんだね、欲しがり屋さんだから欲しくなってくるわ。あーとすごいとこ行くな。割って入ろうとしてんじゃん。さあイニエスタ結構やりますね。ドリができるね。またちょっとね厳しいな。さあまあただ結構やっぱパス回しうまくはまるとスライムできなくなるからな。そうだね。さあここ取って、あいいよ、これいい形なんじゃない。ここね、まあ行かないで、うん、まあこうですよね。これはまあ、ああ、ナイスシュ、ナイスシュ、ナイスシュ。ここはねやっぱナイスシュしとかないとね。7試合に1回ぐらい現れるのかな、大体。出ていますね。うん、まあちょっとね、また対処してもらえればと。1回ね、本当 ID 1ヶ月間ぐらいバン食らってっから、そうまあ3ヶ月間ぐらい。デビッドちゃんと、おーちょっとやりすぎだね。まあでもこれもデヘアがちょっとやっぱ前に来てたんだよね、止まって。その位置をだから見ていけば、うん、結構いい感じに、まあね、慣れてきたね。そうだな、この試合見る限りでも結構もうループでバシバシ決まってるんで。ちょっとね、だから前の試合とかちょっとループ狙いすぎじゃないみたいなコメントもあったんですけど、ちょっと練習しててね、やっぱその新しい技って結構練習しないと。うわ、ん、危ない。あれでもわざと中に行っても、そうね、もっとグー行って PK もらってもいいぐらいだから、ね、6点目はまずいんじゃないかっていうのが、まあ、ただちょっと匂い立つけどね。もう匂ってますけど、まあね、何にせよベッカムが2点決め出て、うん、でかつ1点素晴らしいアシストしてるといった感じなんでね、うん、できれば最後まで試合したいという。ここはちょっと狙うの無理だな、さすがに。さすがに狙うの無理。さあ、おい、あこれはちょっと狙えるね。狙えるんですよ、この位置。ここはレジェンドベッカムの登場だな。いけるんじゃないかと。いや来た、ネイマーがなんでキッカーに、まあでも一回変える選手は必要だからね。譲らないっちゅうね、うん、うちのネイマー。まあやる、勝ってたからな。あ、来る、練習して1。あー、低い。めっちゃ低いじゃん、夜にもよって。いやちょっとやっちゃったよね、あれ。やるつもりじゃなかったんだけどな。さあもうちょっと一キック見せたかった。さあ来た、ちょっともうもらい欲しがってます。うん、さあここでね、まあ
あえて攻めずに。そう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 。終わるかいということで。これでね、多分ここがね、その無効試合で多分プレー途切れるところが多分。あー、だから途切れさせたいみたいな。多分あると思う、これ。あ、そういうこと？こっから動かなくなってない？そう。うん、だから多分そうだと思うね。そ、あ、でもこう動いてるか関係ないのかな？いや、あ、ここで。で、早いんだよね。もうすぐ。くる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 、切断勝ちか切断負けの時長いじゃん。うん、無効試合ってもうこんな感じ早いの。すごい早いの。さささささみたいな感じで。なるほどね。まあ、ということで、ちょっとね、無効試合になってしまったんですけれども、まあ、ベッカムはね、かなりいい活躍したということで、え、結局ベッカム2点決めたよね。あとはワンアシストだね。うん、もうね、ベッカム無双といった感じで、もうクロス、まあ、ちょっとフリーキックね、いいの見せられたらよかったんですけど、あと本当フリーキックだね。惜しかったんですけど、何やってるってぐらいの位置で蹴ってたからね。ただまあ、ループといい、クロスといい、ちょっとベッカムのいいところを引き出せたんじゃないかという試合だったんでね、うん、今回ちょっと動画にしました。まあ、無効試合になっちゃった。ちょっとね、これ早いんで対策が、うん、何かしら多分あって、まあそこら辺、まあ直してもらえればね、そうだね、本当にありがたいんですけど、うん、まあ今ね、一応オンラインとかでランキング、うん、でなんかあるみたいなのもあるから ね、まあなるべくね、こういうのはなしみたいな、うん、感じでね。まあ、オーナー入り乗っけてくれれば、がっつり晒して、まあまあそうなんだけどね。終わらせることはできるんだけど、まあぜひね、なんかその名前とかチーム名だと変えられちゃうじゃん。うん、なんか変えられちゃうから、オーナー ID 乗せて、普通にやれば、まあ全員わかるし、誰がやってるかっていうのがしっかりわかるからいいかなと思うんだけど、そこら辺はね、ぜひなんか改善してもらって、やれればなといった感じで。まあ大体今オーナー結構潜ってますけど、7試合に1回ぐらいの確率で無効試合来るかなと。まあ、そうだね。おもちゃ TV が試合してて思うのは7試合に1回、うん、まあ、切断勝ちは結構多いんだけど、やっぱり、もう切っちゃうみたいなのは多いんだけど、逆に切断負けっていうのは今なくなってるんで、そうだね。まあ、自分だけかもしれないんですけど、切断勝ちになってるんで、まあ、向こう試合はやっぱり7試合に1回ぐらい訪れちゃうんで、うん、まあ、そのね、やっぱり頻度をもうちょっと下げてほしいかなというふうには思います。はい、ということで、また次回の場所、さらばー。